はい、皆さんこんにちは、ドラゴンです。お待たせしました、神奈川県編ですね。プロ野球都道府県別夢のオーダーを考えていきたいなと思います。と、はい、今回は神奈川県編のプロ野球選手編をお伝えします。まあ、視聴者さんからねリクエストありました。で、ピッチャーに関してはエース含めセットアッパープラス守護神入れていきまーすというところですね。はい、野手は DH 制にして9人選出していきたいなと思います。さあ、どんな選手が出てくるのでしょうか。神奈川県編は絶対強いと思うんで注目してみててください。ではご覧いただきましょう。はい、1番はこの人です。秋山翔吾選手ですね。歴代トップクラスのアベレージヒッターですね。シーズン記録である216本というヒット数を誇っており、まあヒット打ってたんですけど、まあ一応ねキャリアハイとしてはホームラン数もちょっと考えた結果この記録になりました。まあやっぱこの通りね、走攻守3拍子揃った選手でメジャー移籍を目指しております。メジャーの舞台でも活躍してほしいなと思いますね。はい、2番はですね、セカンドで井端弘和選手としました。中日ドラゴンズですね。WBC で大暴れをした、選手でした。持ち前の右打ちを武器にヒットを量産し、このキャリアハイでもね、3割2分3厘、6本63打点という好成績を残しました。あと、守備もね、非常に上手い選手でしたね。はい。はい、3番はこの人、このグータッチでわかるでしょう。原辰徳選手ですね。読売ジャイアンツの、現在の監督を務めておりますが、まあ、現役時代もね、読売ジャイアンツで豪快なバッティングを武器に、長距離砲として活躍をしておりました。キャリアハイはですね、3割2厘、32本、103打点、9盗塁という記録を残しております。あのバット投げがね、印象的でしたね。はい。怒りのホームラン。はい、4番ですね。4番は田代富雄選手ですね。太陽ホエールズに所属をしておりました。オバキューっていう愛称で、親しまれていた田代選手なんですけども、まあね、武器はそのバッティングですよ。そのパワーです。3割2厘、35本、88打点、2盗塁というキャリアハイを残しております。好成績を残しておりました。はい、5番はですね、ライトで田村仁志選手ですね。横浜 DeNA ベイスターズで、まあ、WBC のね、初代の、日本代表の、5番バッターだったかな、確か3番バッターだったかな、クリーンナップ打ってましたね。その時のキャリアハイが3割5厘40本100打点という、もう40本超えです。素晴らしい成績を残しましたね。はい、はい、6番でーす。6番はこの人、ファーストで飯田徳治選手ですね。南海ホークス、かつて154試合に出場したこともあります。それだけのタフネスを誇った選手ですね。27本101打点21盗塁という、トリプルスリーも狙われたんじゃないかなという記録も残しております。はい、7番はこの人、レフトで、柴田勲選手ですね。読売ジャイアンツ。もうこの柴田選手はですね、俊足を武器に活躍した選手で、通算盗塁数は579。これはね、セリリーグの歴代記録らしいですね。まあ、そのね、赤い手袋を、トレードマークにした選手で、本当にリードオフマンとして活躍をしていた、選手になります。数少ない、スイッチヒッターでの2000本安打達成者です。8番ですね。8番はキャッチャーで吉田博之選手。南海ホークス、所属しておりました。キャリアハイがですね、2割4分、10本、43打点、
未盗塁という記録を残しております。はい、9番です。9番はね、ショートで田中康介選手、広島不動のリードオフマンです。まあでもね、最近は1番を熊本選手に譲っておる、時期がありますが、またね、この時のこのキャリアハイのような、成績を残してですね、1番に、誰にも、その指定席は譲らないほどの成績を残してほしいなと思います。はい、エースです。エースは山本昌投手にしました。中日ドラゴンズですね。その、回転数の凄まじい、ストレートを誇り、130キロ台ながら空振りを量産する、ピッチャーですね。なんと実験29年ですよ。史上初の50歳での登板を果たした鉄腕です。間違いなく鉄腕です。はい、菅野智之投手です。読売ジャイアンツ現役最強のエースだと思います。まあ今年は不振でしたが、来年は活躍してほしいですね。はい、木田勇投手ですね。日本ファイターズ、史上初の新人選手でのシーズン MVP 獲得、これはすごいですね。はい、はい、阿波野秀幸投手ですね。近鉄バファローズ、この人は皆さん知ってる選手じゃないでしょうか。近鉄の、黄金期をさせたエースですね。立山翔平投手ですね。東京ヤクルトスワローズ、まあ、今年引退をしてしまったのですが、最多勝を獲得したことがある、快速サイドハンドです。はい、河村武雄投手ですね。横浜ベイスターズで所属しておりました。まあ、中継ぎも務めていたのですが、まあ、主に先発で活躍をしていた、2桁勝利も挙げたことがあるピッチャーですね。はい、はい、セットアッパー、山口哲也投手ですね。読売ジャイアンツ、かつてですね、日本記録をとなっていた、273ホールドを上げていたピッチャーですね。まあ引退をしたのですが、まあその記録は、輝かしい記録となっており、まあ山口選手ともともと育成出身ですからね。それでもう育成出身のもう道を切り入れたこの選手といっても過言ではありません。はい、抑えは松井裕樹投手、現在も活躍する若き、イーグルスの守護神ですね。キャリアハイですね。非常に迷いました。どの記録にしようか迷いました。でもね、やっぱ防御率だというところで、防御率 0.87 を記録した63試合登板、3勝2敗、33セーブという記録をキャリアハイとして選定しました。まあ今年も相変わらず投球回以上の奪三振を奪い、非常に素晴らしいドクター K ですね。はい、神奈川県編お伝えしました。強すぎです。もう一言で言うと強すぎです。はい、まず迷ったのはエースですね。菅野投手か山本昌投手、迷いましたが、やはりレジェンド山本昌投手だと思い、山本昌投手を選びました。はい、賛否両論あると思いますが、私ならこの選手を選ぶというコメント、ぜひともお待ちしております。チャンネル登録、グッドボタンもお待ちしております。よろしくお願いします。以上です。ご視聴ありがとうございました。